皆さんこんにちは。今回はチーズたっぷりグラタンパンを作ります。まずはいつも通り生地練りからスタートです。生地の硬さは普通くらいなのですが、今回少し硬かったので 5cc ほど水を追加しました。皆さんも作る際は様子を見て水の量を調整してください。練り時間は7分ほどかかりました。生地が練れたら1次発酵です。30度で60分発酵させてください。1次発酵が終わったら、ガス抜きをして6分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。10分ほど生地を休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を丸く広げてください。そこへ具材を入れて包みます。この時ピザ用チーズを乗せてからシチューを入れてください。シチューは煮詰めて水分を飛ばしておいてください。またパルミジャーノチーズはシチューと混ぜておきます。生地に具材を包めたらマフィン型に入れます。ここまでできたら2次発酵です。30度で30分発酵させてください。2次発酵が終わったら生地の表面に卵白を塗ってください。卵白を塗ったら粉チーズを振りかけて焼成です。200度で15分焼いたら完成です。